どうもミスターガンヌスケです。今回はですね、俺がプロレスにハマったきっかけのお話をしていきたいと思います。自分がね、初めてプロレスを見た時いつかと言いますと、小学校の2年生の時だったかな。で、自分が住んでた家のすぐ横、隣がじいちゃんばあちゃんが住んでたんですよね。で、隣同士に住んでて、で、まあよくそのおじいちゃんおばあちゃんの家にいたんですよね。まあ常日頃っていうか、で、 おじいちゃんがね、プロレスを見てたんですよ。確かね、日曜日の夕方5時頃から新日本がやってたのかな。で、まあテレビついてるんで何気なく見ますよね、一緒に。で、覚えてるのが、その一番最初に見た時、木戸治さんなんですよね。覚えてるのが、あの黒のショートタイツでもうぴっちり資産分けにして、覚えてるのが木戸治さんと長州さん。長州さんもね、その頃なんか髪は短くて、あの七三分けみたいな感じで髪ぴっちりしてて、まあ、木戸さんと同じような感じ。あのかませ犬発言の前ですよ、全然。まだブレイクする前の長州さん。その当時も長州力さんだったのかな、吉田光雄だったのかな、その辺ちょっと覚えてないんですけど、あんまりこのその イメージ的には、まあ、木戸さんとはもう変わらない、まあ、影が薄い感じだったんですよね、その当時の長州さんっていうのは。で、まあそうやってじいちゃんが見てるんで、まあ見てましたけど、強烈にハマった一戦っていうのがあるんですよ。で、まあ強烈にはまったその一戦、試合っていうのは何かというと、全日本プロレスのオープンタッグの決勝戦なのかな、あの 両国じゃねえな、蔵前国技館でやった、ザ・ファンクス対ブッチャー・シークですよ。これでね、完全にやられましたね。それまでは見て、確かにこう見てましたけど、じいちゃんとただ見てたんですよ。で、面白いなとは思ってましたけど、本格的に強烈にハマったのはもうそのオープンタッグ、ブッチャーシーク対ザ・ファンクス、これで感動したというか感極まって、その時小学校の何年だったのかな、3年ぐらいだったと思うんですけど、泣きましたもんね、この試合見た時に、見た後に。あれなんでしょうね、こう、まあ小学生だから、それまでにそこまで感動したことってないんですよ。ガキだしね。初めての感動、人生で 初の感動、こう込み上げてくるものが、内から込み上げてくるものがぐわーって込み上げてきて、こう涙が出るような感動があったんですね、その試合には。もう熱くなりました、体が。で、この自分が見たこのすごい試合を人に言いたい、話したい、伝えたいっていう気持ちにもなりましたね。まあもう昔のね、
試合なんで、見たことない人も最近のファンの方いると思いますけど、今からだから何年前だ、40年以上前か、45年、50年近く前ですよね。だから40年以上前の話、試合、多分ね、あの YouTube にも上がってると思うんで、ちょっと探して見たことない人は見てほしいんですけど、でまあ当時の狂気攻撃とかって、こうボールペンでついたりとか、あの線抜き、線抜きって分かりますかね、今の若い人、うん、線抜きね、瓶をこう、瓶の蓋を取るやつね、あれで殴ったりとかだったんだけど、まあブッチャーがね、フォークでこうテリーファンクの子刺すんですよ、腕をね、あれは衝撃的でしたね。で、あのさらに感動させるポイントの一つとしては、テリーとドリーがやっぱ本当の兄弟っていうところ、うん、でその兄弟愛が見れるんですよ、試合でね。弟のテリーがこう刺されてるのを兄貴がね助けに来るみたいな、ほんと感動しましたね、あの試合には。そっから一気にもうプロレスに、まあ見てたんですけど、それまでもまあその見てた段階から1段2段3段ってこう深く好きになった試合ですね。ねえ、そのガキの時にもう何十年前ですけど見て感動を覚えた試合の、まあ、テリーファンクさんとシークさんはその後 FMW でまあ試合させていただいたり組んだりねできましたし、まあ、そういうのはね、まあ、当時の小学3年生の俺に、お前は将来ねテリーファンクとザ・シークと試合するんだよっつってももう信じないと思いますけど、うん、まああれはね、あの試合は本当超感動、初めて人生で感動っていうのはこういうもんなんだっていうものを味わえた試合、初めての、うん、人生で初めて感動したものですね。あんまりっていうか、後にも先にもないのかな、プロレスでそういう感情になった試合ってなかなかないと思いますけど、だからプロレスってすごいんですよ、人の心を動かせるね、そういうのがプロレスにはあるんですよね、だって小学校のガキのね、ガキを泣かせるんですよ、感動させてすごいなと思いましたね。だからね、見終わった後ね、じいちゃんその時いなかったかな、ばあちゃんに、もう見終わったすぐね、ばあちゃんに説明したんですよ。ばあちゃんばあちゃんって、あのね、テリーがね、ここでねフォークで刺されてねっつって、ばあちゃん意味分かってなくてね、あって、うんって言ってましたけどもう興奮してましたね、私は。泣きながらね説明しましたからね、あの一戦がなかったらね、ここまでこうプロレスが好きになってプロレスラーになってなかったかもしれないっていう、オープンタッグのね決勝戦の試合でした。この試合見てなかったら、プロレスラーになりたいと思わなかったかもしれないですよね。俺は野球もねやってて、野球も毎日見てて、じいちゃんと。だからプロ野球選手になりたかったんですよ、俺ね、本当は。でまあ野球諦めて、そこからこうね大学でプロレス研究会入ってみたいな。まあ、プロレスラーになるとは思ってなかったですけど、まあね、
なっちゃいましたけど、それのきっかけがこのザ・ファンクス対ブッチャーシークっていう、まあ見たことない人はあの YouTube で探してちょっと見てね、見てください。こうプロレスの原点というかね、うん、あのそういうのが詰まった試合だと思います。はい、ということでプロレスにね、ハマったきっかけの試合のお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスターガンノスケでした。バイバイ。